あの結局なんか周りが言ってたのは、うん、西の舞鶴東の足立みたいな。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。そうですね、今を遡ること20年ほどぐらい前ですかね、ラジコン市場の規模というのがどうでしょう、今の10倍ぐらいは多分あったんじゃないかなと。競技人口も今の10倍ぐらいはありましたね。その栄華を誇った RC 競技の時代ですね、数々の名選手が生まれてきました。その時代からですね、トップを君臨し続けて今もなお現役の男がいます。今日ご紹介するのは、皆さんお待ちかね、ついにレディオガガに登場です、足立慎之介選手です。ちょっとね、一応うちの決まり事があるんですけど、これをですね、まず飲んで、はい、ちょっとね、感想を言っていただきたいんですよ。あ、わかりました。これ炭酸水、これ知ってますか？ゲロルシュタイナー。ゲロですか？ゲロ。え、これ飲み干さなきゃいけないとかルールはないですよ、ね、今まで飲み干した人はいないです、はい、あ、本当ですか、わかりました。一人もいないですかなり振ってますよね。無理したくていいです、無理したくていいです。あ、じゃあすいません、いただきます、はいはい、どうぞどうぞ。うんうん。いや、飲まなくていいよ。最近、うん、炭酸水飲んでると、うん、なんかもうビール飲んでるような感じになって、そうで、ビール飲んでると、うん、炭酸水かなこれって思うぐらい。ヨーロッパとかもよく行きますもんね。そうですね、実は5年ぐらい前は、うん、僕一切飲めなかったんですよ、炭酸水って。あら。だからヨーロッパ行ったら、うん、もう必ず普通の水か炭酸水かを見極めるところから始まったんですけど、うん、あ、本当にようやく炭酸水の美味しさに気づいて。わかりました。それね、カレーで美味しくなったことないですかね。え、な、ごめんなさい、今の。なんでもないです。ごめんなさい。ようこそ、レディオガガにお越しいただいてありがとうございます。いや、ついに、ついに出ちゃいました。ついに。ようやく念願の夢が一つ叶いました。お願いします。ありがとうございます。足立さんはもちろんね、私たちの世代にとっては、もうずっと、ね、トップを君臨し続けて、いやいやいや、トップドライバーとしてね、やってきた人間なんですけど、正直、詳しい経歴とかですね、まあ、なんとなく漠然と横もにいて、はい、そして競争に行って、そして今に至ると、 なんとなく漠然と漠然と、ね、まあ、あの大体一般の方はね、そういう認識なんですけど、ね、はい、そしてラジコンがすごいお上手だと あるんですけど、はい、今日ちょっとね、はい、足立さんの生い立ちからですね、はい、ラジコンの出会いから、そして今に至るまでの話というのをお伺いしてよろしいですか？わかりました、はい、まあ、僕生まれが、うん、仙台なんです。お、仙台なんですか？はい、はい、1980年生まれで、80年生まれ、まあ、ついこの間40を迎えたばかりなんですけど、おめでとうございます。ついに大台に気がつけばこちら側に来た感じですね。そうですね、入っちゃいましたね、はいはい、で仙台で生まれて、はい、で3歳のちょうど誕生日ぐらいの時に、うんうん、札幌に、はい、あ、札幌に、はい、行って、でそこからラジコンを始めたんですけど、でちょうどその、はい、3歳の誕生日の時に、はい、模型屋さんから誕生日プレゼントで、はい、キット1台ご両親から、ね、うちの父親が三和電子で、うん、もともと働いてました。なんと、でサービスやってたんですよ、うん、はいはいはい、なのでサービスやってたんで、まあ、当然仙台の時もサービスやってて、はい、でそれが転勤で札幌に転勤に移ったんで、なので、まあ、そういった、まあ、その関係上、はい、模型屋さんからたまたまそのキット1台いただいて、うん、それがラジコンの出会いですね。なるほど。なんとなく、まあ、さすがに3歳の時の記憶あるかどうか分かんないんですけど、はい、自分でラジコン欲しがってた記憶ってのはありますか？いや、全くないです。まあ、記憶ないですよね。ただ、車がすごい好きだったみたいで、はい、あ、なるほど。僕も全然記憶にないんですけど、うん、2歳の誕生日の写真だと思うんですけど、うんうん、昔ミニカーの立体駐車場みたいなのが、はいはいはい、ありました、ありました、あって、はい、でそれをそのもらった時に、多分過去史上多分1位喜んでるものすごい笑顔の写真があって、僕は全然記憶ないんですけど、はい、確かにこれは嬉しそうだなみたいな感じで、じゃあその最初のマシンって何だか覚えてます？これがね、うん、ランチボックスだったか、タミヤさんなんですよ、はいはいはい、がデューンバギー、
おお、あの辺なんですよね。なるほど、はい、うんうんうん、正直僕が記憶にあるのはホーネットからなんですよ、うん、結局そのもらったそのキットも走らせてる記憶は全くないんですよね、うん、ただ一応写真であって、うん、あ、その写真を思い出す、思い出してるっていう感じなんで、なので、まあ、ホーネット、多分その後すぐなんですよ、うん、あのホーネットを今度買ってもらったかなんかで、うんうんうん、で、まあ、父親があのヘリコプター好きで、はい、よくヘリを毎週末飛ばしに行ってた、その下の空き地で、あ、なるほど、あのやってたっていう感じだったんですよね。それがホーネ、何歳ぐらいになりますか？それはね、まだ3歳の時ですね。あ、3歳でもそのすぐホーネットになったわけですか？そうですね。それは記憶にあるんですね。それはね、記憶にあるんですよ。へー、うん、まあ、うん、地元の、うん、お店のレースにも参加して、札幌ですか？札幌ですね、はいはいはい、新谷さんっていうところ、はい、あ、新谷さんですね、はいはい、あそこの確かレースあったと思うんですけど、はいはい、で新谷さん、まあ、今は息子さんがやられてるんですけど、うん、お父さんもヘリコプターが好きで、でそのつながりがあってっていう、うちの父親と、うん、まあ、それで、まあ、その新谷さんのレースに出てた記憶はありますね。あ、もう、え、何歳頃から出ていたんですか？それ、まあ、もう3歳です。嘘でしょ？本当です。本当に、はい、だからもう本当コースをやっと走れるかどうかみたいな、いや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 、そういうですけど、3歳ですか、はい、すごいですね。ってことはもうラジコン歴30年うそういやもう40って言っちゃったけどね。鮮明に覚えてるのが4歳の時に、うん、4歳、あのタミヤグランプリの北海道地区大会ですね。で当時そごうさんの屋上でやってたんですけど、あの当時やっぱラジコンブームなんで、うん、やっぱ200人300人って集まるわけですよ。あ、そうですよね。なので、まあ、その予選っていうんですかね、うん、か確か2周とかなんですよね。2台で2周走って、はい、先にゴールしたら勝ちみたいな。それで、38クラス、ほうほうほう、三八丸モーターってあるじゃないですか、うん、あれの三八クラスで4歳の時に出て優勝したのが、あれも今でも鮮明に覚えてまして、あ、すごい、4歳ですね。そうです。あの頃は大人と中高生、うん、小学生みたいな感じで分かれてたと思う、うん、僕は小学生の部下なんかに出たんですけど、かなりインチキがかったことしてまして、これもね、すごい覚えてます。あ、なるほど、言ってください、言ってください。父親が、はい、あの、380をモーター鳴らししてるのに、はい、その、まあ、要は熱くなっちゃうじゃないですか。はいはい、なので、冷蔵庫の中で、なるほど、1日くらいかけて鳴らししてて、あ、はいはいはい、で、あの時ね、タイヤも確か自由かなんかで、あの、スポンジタイヤかなんかじゃなかったから、リアタイヤでっかいんですよ。あ、なるほど。スピード出るんですよ。なるほどね。まあ、それ知識があったから、でもそれ結果的に勝って、やっぱ嬉しかったり、自信になったりって思いはありますよね。やっぱり勝ったことに一番喜び感じて、で、幸か不幸かドハマりしたの。あ、なるほど。もう当然自分からハマってったわけですね、ラジコンカーっていうのは。そうですね。はい、その時、その380クラスの車ってのを覚えてます？ホーネットです、ね。あ、それもホーネットなんですね。それもホーネットなんですよ。なるほど。意外とホーネット歴長い。じゃあ、ラジコンカーの優勝はなんと4歳が初勝利と、はい、そうなんですよ。すごいですね。で当時あのタミヤグランプリってテレビで放映されてて、うんうんうん、であの必ず地区、うん、地方のその大会の模様がちょろちょろっと出るじゃないですか、はいはいはい、ある時にもそこにも出たんですよね。へー、はい、へー、やはりスタートはタミヤからだったんですね。タミヤ歴結構長いんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。でじゃあその4歳で優勝しました、はい、その後どんな風にラジコン歴が辿ってきましたか？中学校ぐらいまでで、中学校ぐらいまで、まあ、ずっとその、まあ、札幌でやってる時は、うん、まあ、最初はホーネット で、うん、でその後ホットショット、はい、スーパーショット、ブーメラン、バギーだったんですね、ずっと、ね、もう僕ね、ずっとバギーで、まあ、当時やっぱバギーもすごく良かったん で、はい、でバギーをずっとやってたんですけど、うん、小学校上がった頃だったかそれぐらいだったと思うんですけど、はい、その時に、まあ、車をタミヤさんから京商さんに、うん、スイッチして、うん、はい、で強調のオプティマープロだったんで、はいはいはい、が、まあ、あの初めて強調以外の車、あ、タミヤ以外の車だったんですけど、うん、で、まあ、札幌、まあ、北海道地区予選、全日本に出るための地区予選で、うん、あの JMRC の全日本、そうです、そうです、あの小学校上がったぐらいですか？小学1年生ですね。で、す参加して、はい、で通過しなかったんです。はいはい、最初確かその枠の1つ下か2つ下かなんかで、ね、ただまあ行かない人間もいたんで、うんうん、補欠で参加できることになりました、ね、はいはいはい、で一番最初に出たのがその横浜の本目でやった、うん、全日本ですね、オフロードの。それがそのオプティマで、そうですね、その時にはもうオプティマのプロで、うんうんうん、肉が、アルティマ、あ、肉はアルティマで、はい、ちなみに
その時の成績ってのを覚えてます、ね、覚えてますよ、はい、100位台ですね110までいかなかったんですよ、はいはいはい、あでもすごい、でそれね、すごい一つ、はい、あの思い出があって、はい、ああ教えてください、大レジェンドの広坂正美さんと予選同じ組だったんです、はいはい、なんと小学校1年生か、そう小学校1年生の時、はい、で当時その横浜でやった時 の、うん、そのコースが、うん、まあ、特設だったんですけど、うん、操縦台が半端なく高かったんですよ、うん、もうあの車がね本当なんか米粒にしか見えないぐらい操縦台が高くて、はい、何が怖かったって、うん、その操縦台上がっていくまでの階段が手すりも何もないんですよ、 あれがめちゃくちゃ怖かったっていう、先生ですからね、うん、でまあ、非常に高いのと、うん、でさらにあの僕背がまだ小学1年生小さかったんで、うん、あのビールケースに乗っかってやってたんですけ ど、はい、ど、うん、当時の木村理事長、はいはい、もう亡くなっちゃいましたけど、はいはい、木村理事長が、ずっと腰を押さえてくれててっていうそういう記憶があって昔よく、まあ、アンテナの時代なんで、アンテナの先にバンドリボンありますよね。あれつけてたんですよ。ビジュアルで残ってるわけですね、映像でね。で、なんでそれを覚えてるかっていうと、うん、まあ、さっきも言ったように、まさみさんが同じヒートだったんですけど、うん、僕の隣だったんです。で、まあ、当然その時は、もうシュマッカーで、うん、ワールドチャンピオン通った後なんですよね。はいはい、でも、小学校1年生の僕としては、全然知らない兄ちゃん、うん、まあ、そうですよね。そうですよね。全く知らなくて、はいはい。で、そのバンドリボンが邪魔だったらしくて、スタート前に、僕っつって、これちょっと外していいって言われて、うん、おー、ああ、はい、みたいな感じなんですよ。で、ピュッと外してもらったら、はいはい、それをそのままポッケに入れたんですよ、あの人。ほうほうほう。はあ、僕のバンドリボンポッケに入れられた、みたいな。まあ、その時に、初めてその広坂正美っていう人を認識して、うん、で、当然、まあ、決勝を見てて、うん、で、まあ、その米粒しか見えないような状況の中で、うん、当時、まあ、特設だった板フェンスだったんですけど、はいはい、まあ外周とかをもうこれぐらいの距離で通していくわけですよ、うん、うわすげえなあの人みたいなだけど、うん、その僕の隣にいた兄ちゃんが、うん、その人だったっていう認識はないですよ、ね、なるほどなるほど、ただ優勝されたんで、はいはい、やっぱそれはすごい鮮明に覚えてて、うん、でそっから1年後なんですね、うん、1年後に、うん、まさみさんもヨコモに入社されて、うん、でヨコモのドライバーとして、うん、北海道に遊びに来てくれたんですよ、はいはいはい、でその時ですよ、うん、まあ、当時オウムさんで僕やってて、うん、でオウムさんのレースに広坂正美が来るみたいなのは、うん、来るんだ、もうその時もしっかり認識してる、あなるほど、はい、でもその隣だったのを覚えてない、それもあの後で聞かされて分かって覚えてるんですよ、わー来るんだと思って、うん、これはもう一緒にレースしたいと思って、はいはい、でまあ当然、まあ、前日に来られてて、うん、でまあ、懇親会みたいな、うん、その時にですね、パッてあの人が会って、あ、そういえばっつってポッケからそのバンドリボン出して本当に返してくれたんですよ、すごいすごいわ、もう感動 で、 あですよ、ね、数ヶ月前の話じゃなくて、うん、本当1年ぐらい前の話だったんで、うん、みたいな、この人、うん、覚えてるの、しかもそれが僕だってなんで覚えてて、ね、そうよね、なんでずっとポッケに入ってたのみたいな、ずっと入ってたのみたいな、ずっと入ってたの、それともわざわざそのここの持ってきてくれたのみたいな、分かんなかったんですけど、とにかくまあすごい感動して、はいはい、まあ、もう完全ファンになっちゃったんですよね、その時に、ですよね、もちろんね、まあ、今思えばね、あの天然ぶりを考えるとたまたま偶然でこんな感じのガキだったから会食みたいなノリでそれはたまたまあっちゃったんじゃないかなみたいな、今思えば、ね、今思えばいやでも本当にそれがすごい感動的 で、うん、まあ、ですよね、まずどっぷりこうまた競技ラジコの世界にハマるきっかけの一つでもあるんですよね、いやそれでまあ札幌に、はい、まあ小学校4年生の1学期までいたんですけど、うん、まあ、結局まあ父親のその仕事の関係上、はい、関東に引っ越さなきゃなんない、あ、また戻ったんですね、はい、でまあ、今僕横浜に住んでるんですけど、うん、その横浜に、まあ、引っ越してきて、はい、まあ、当時西山模型さん、うんうん、で、ヒルトップさん、ね、うんうんうん、でフェニックスさん、はい、好きにこの、まあ、3つレースがあって、はいはい、で確か第1が西山さんだったかなで第2が確かヒルトップさん で、はい、で第4がフェニックスさんかなかなと思うんですよ、でそれ小学校4年生の時、そう時ですね、もう毎週のように、そう毎週のように、はい、レースにレースに出てて、はい、でまあ正直な話、うん、やっぱりその札幌にいた頃は、うん、その引っ越す直前っていうのは正直敵なしだったんですよ、あ、そう
そうなんですね。で、小もう大人も含めて。そうなんですよ、ね、うん、まあ、もちろん僕最初は小中学生の時に出てたんですけど、うん、もう敵がいなくなっちゃったんで、うん、高校一般に出てくれと。なるほど。で、高校一般に出てても、もう最後本当にもう敵なしで、へー、もう出るレース出るレース勝ちまくってたわけですよ。で、4年生の年の全日本の地区予選も、うん、北海道で出てまして、うんうんうん、で、まあ両方ともぶっちぎりのトップ通過で、はい、まあ当時スーパーマシンっていう雑誌があったんですけど、うんうんうん、でそこに、地方予選トップ通過選手の顔写真、はい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 、名前が出るみたいな、はい、でそこに、まあ、僕北海道でトップ通過してたんで、うん、乗っかってたんですよ、はいはい、でカーンと来て、うんうん、で、まあ、西浜さん、ヒルトップさん、はい、フェニックスさん、はい、で、まあ、当時やっぱ200人ぐらいは必ず、まあ、100人から200人は確実に集まってて、でそれをワンデーでね、2区4区やるんで、うん、なので、まあ、予選も確か2分ぐらい、うん、で決勝が4分みたいな、うん、で決勝も確か C 面ぐらいまでしかできないんですよ。なるほど。全員決勝じゃないんで、うん、今みたいにだ C 面までにとにかく入んないと決勝走れなかったんですけど、うん、まあ、全くも C 面にすら入れる雰囲気がなくて、いや、やっぱそれだけそのレベルの差がすごくて、でやっぱ関東ってまあ当時、うん、まあ、ワークスドライバーがもう、うん、マントいるぐらいもううじゃうじゃいたわけですね、うん、めちゃくちゃレベル高くて、はいはい、まあもうどこともかけらず西山さん、ヒロトップさん、フェニックスさん全部もうめちゃくちゃレベル高いわけですとにかくとにかくでもそんな中でやっぱ揉まれてったのが良かったのか、うん、その前の年小学3年生まで出てた全日本というのは、うん、まあ、1年生からずっと継続して毎年出てたんですけど、うんうん、やっぱり100位台だったんですよね。あ、なるほど。やっぱ101位から、うん、110の間、うん、結局ずっとそこ行ったり来たりで110をこう超えることはなかなかなかったんですけど、やっぱり100番台をずっと、うん、やってたんですよ、うん、で札幌から横浜に引っ越したのが小学校4年生、うん、1学期が終わった時に引っ越したんですけど、うん、まあ、要は本当全日本まで数ヶ月の間なんじゃないですか、うんうん、でそこで、まあ、その揉まれたせいなのか、はい、確か読売ランドの1回目の全日本だったと思うんですけど、うんうん、バギーの、うん、あの時に4区で、ね、60内だったんですよ。なんと一気に一気にもう感動ですよね3桁だったんですよ。ですよね。それが2桁になった、うん、で当時、まあ、プリンターの技術もしょぼかったんで、はいはい、3桁になると米米米なんですよ。なるほどなるほど。だから目標は常に全日本出るときはまずはこの米米クラブを脱出しようっていう。なるほどなるほど。ちゃんと数字に出るよっていうところだったんで、はいはいはい、うん、もうびっくりですよね。うん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 、でそっからですよね。もうガンガンやり込んでって。やっぱもうガンガンハマってったわけですよ、自分の精神的にも。いやもう、うん、多分結局小学校上がった頃からもうドハマりしちゃってるんで。はいはいはい、どん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 そのハマっていってる感覚もないですよね。あ、なるほど。もう生活の一部だったんですね。もう完全にそうですね。だからまあその札幌に住んでる時からそうなんですけど、うん、学校行って帰ってきたらすぐ練習、うん、もう毎日練習してたんで、うんうんうん、だからもう練習も結局そのペットボトル立てたり、まあ、パイロン立ててとか、はい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 、そういう練習ちゃんとやってらっしゃったんですね。いや、そうなんですよ。でも今思えばそれがあったから、うん、初めてのコースパッと走った時に、うん、パパッとすぐ対応できるのは、うん、まあそれが良かったのかなとは。やっぱり上手になるのは基礎練が大事ですよね。いや、基礎、本当基礎練が大事ですね。その頃なんですけど、うん、原寿君とも仲良くなり始めて、はいはいはい、今も随分仲良いですね。もう今となっちゃ幼なじみです。腐れ縁ぐらいの感じですね。本当腐れ縁ですね。はい、で小学校4年生、まあ、引っ越した時当時は、はい、まあ、向こうは認識してたらしいんですよ、うんうん、っていうのもスーパーマシンに乗ってたんで、あ、なるほど、うんうん、いや結構ね当時ね陰口叩かれてたのは知ってる、覚えてる。へ、要はその札幌でトップに、うんうん、まあ、北海道でトップ通過した人間が、うんうん、なんかこっちに来たらしいよみたいな、うんうん、全然大したことねえじゃん、あ、なるほどね、って言われてるのは、はい、子供ながらにも聞こえてた、耳に入ってたんで、だからもう何クソって思うと思いますよ ね。あ、なるほど。まあ、それでまあ5年生の10月とかだったのかな、よくもさんからお声をかけていただいて、みんなでさ、いつも動画見ていただいてありがとうございます。
非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。